2019年春に卒業予定の大学3年生らに向けた主な企業の会社説明会が1日解禁となり、就職活動が本格的にスタートしました。千葉市の幕張メッセで開かれた国内最大級の合同会社説明会には多くの学生が詰めかけました。学生の準備期間は面接などの選考活動が解禁される6月1日までの3ヶ月で、短期決戦となります。正式な内定の解禁は10月1日で、3年続けて同じスケジュールになりました。今年も人手不足を背景に企業の採用意欲は高く、学生優位の売り手市場が続きます。働き方改革が議論される中、残業時間の長さや転勤があるかどうかなどを企業選びの基準にする学生も増える傾向にあるということです。ただ企業側は人材の質を重視する傾向にあり、人気の業種や企業では学生の競争が厳しくなりそうです。もう今さまざまな AI ですとか、いろんな技術もどんどん出てきてますし、この先どういうところにニーズがあるのかとか、まだ私たちの会社も見えないところが多いので、新しい世界でですね、元気にチャレンジをしていただけるようなバイタリティのある方を来ていただきたいなと思ってます。実際に今おとえの幕張メッセに訪れてみてどうですか、印象は。はい、もう沖縄から来たんですけど、かなりこう人が多くてちょっとびっくりしてます。じゃ、先ほど日立の方に行ってきたんですけど、実際日立がやってることとか家電しか知らなかったんですけど、こういろんな IT とか ATM とかいろんな分野にこう手を出されていて、あ、すごいなというふうに、来てみないと分かんないなというふうに思いました。ちょっと思った以上に人がいっぱいいて、すごい不安がすごい大きくなったんですけど、こう自分の強みを生かして頑張れたらいいなと思います。